あ、来ました。ハウス、これハウスの練習、はい、タッチングっていうのがあって、感動です。連続から早がるぞ、53歳過ぎても打てるんだ。あ、来ました、来ました、ハウス、これハウスの練習、はい、ハウス、ハウス、ハウスしてごらん、お、お、そう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 、いや、いけへんな、これ、いくかな、ハウスして、そう、いい子、頑張って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 、そう、頑張って、頑張って、そう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 、したら、そーっと入れます、あ、そう、いい子、悪い子で、ここでちょっと閉じ込めます。え、え、今餌をやりながらケージの中入れたの、はい、はい、あ、餌で釣って、はい、で、ここに入ったらいいことがあるっていうふうに思わせてあげて、で、これをあげます。で、やっぱりワンちゃんもあの、なんていうの、頭下げるのって嫌なんですよ。頭が高いとか言いません、よく。あ、そう、一緒なので、頭を下げることをこのハウスでしてあげると余計あのなんていうんですかね、ワンちゃんも言うことが聞きやすいというか。大変やな、犬飼うのって。で、ここで出ようかなと思ってもこうやってあげとく。そんないっぱいおやつあげていいんですか今はね。この中でね、1万円って言ったり100万円って言ったら入りませんよ、喜んで。そうですよねそれを今ちょっと汚い手ですけど、人間と一緒で犬も欲を作ってあげないと、あの、頑張れないんですよ。だから多分満たされちゃってるから、働かなくていいやってワンちゃんが思ってるから、ご飯食べないんじゃないでしょうかね。あ、で、だんだんハウスみんな好きになるんで、ハウスって言ったらハウスに入ってくれるようになります。そうすると多分成犬になった時に8時間ぐらいハウスにいても、はい、全然家に帰ってきたらトイレさせるようにすれば、排泄でぐちゃぐちゃになったりすることもないですし、すごく楽です。いや、これ明日から180度変わる生活になるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、今日帰ってから、はいはいはい、これ対応できるんですかね。できますよ。こちらは覚えてると思います、飼い主さん次第。ああ、俺は忘れてるの、うん、でもリラックスしてきましたよ、ほら。あららら、ら、つねちゃん、つねちゃんが、まあ、つねちゃん、ケージ入っててもリラックス。こんなことあります？家で暴れてたんですもんね。いや、もうケージに入れたらもう一回チャーチャーやってますよ。ああ、これは何時間くらいこういう状態ですか？一応3時間とかだったら大丈夫。あとはもう夜寝るときにこの中にちょっとある程度月齢がいったらですよね。今ほんとパピーちゃんだから、トイレ都度起きなきゃいけないんですよ、私たちも。この中に入れてたら、うん、ああ、なるほど、うん、だからこの中でちょっとの間閉じ込めといてあげて、ええ、そこからそこに移すと、ええ、そこで初めて動けるじゃないですか、うん、だから排泄したくなるっていうシステムなんですよね。ちょっと試しに今ちょっとこれ入れさせて排泄をちょっとさせたいと思います。しばしちょっと置いとくと、置いてからだと多分もしかしたらするかもしれない。ちょっと、じゃあ今出してみます。はい、出してみます。つねちゃん、おいで。そうそうそう、なんか、あれか。したら、ちょっとそちらの方にちょっとまっすぐかわからないんですけど、ちょっと待ってくださいね。つねちゃん、つねちゃん、いってらっしゃい。ちょっと入ってね。で、ちっちち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 はちちはちち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 ねんねんしちゃう。あ、そういうところなの。まだおしっこしないかな。でもおしっこ溜まってると思うよ、ちょっと。先生、はい、しないじゃないですか。え、じゃあ、でもお腹の中に入ってますよ、おしっこ。入ってますか。
でもこんなに人に囲まれたら、それはそうですね。したくないですよね。じゃあちょっと離れてみましょうか。一台ちょっとね。はいはい。僕らは。チッ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 多分今緊張してなんでこんなとこ閉じ込めてんだろうっていうふうに思ってるので、トイレっていうのが多分そのもしかしたら常者の場合そっと一人でしちゃってるパターンが多いのかもしれないですね、うん、はい、なので人に見られたりするのがちょっと苦手かもしれない。なるほど。それをやっぱり慣らせるには確認してトイレを教えてあげるっていう、私たちが連れてってあげないと覚えられないんで、トイレをなんか子どものおむつトレーニングみたいにそんな感じでやってあげるとすると思います。タッチングっていうのがあって、はい、でタッチングっていうのはこのリードがなくても、はい、飼い主さん力があるよってことを教えることを、はい、タッチング、はい、っていうことをちょっとしてもらいたいんです。でそうです。でタッチングはまず、こう後ろにワンちゃんをこう表向きにして青にしていただいて、初めに待てという感じですね。待てって言ってでちょっとこの肉球を触ると嫌がりますよね。嫌がりますね。そしたらほら嫌がりますよね、はい、暴れる。これは拘束されるのが嫌なので、はい、でその時にそう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 一個こんな感じで、うん、そんな力入れてないですよ。あ私なのでこんな感じで収まりましたね。そうそうです、そうです。で本当に力じゃないってことを、あ、そうですか、うん、そうね、ちょっとごめんね、本当にちょっとごめんなさいね。こういう感じですかね。あで抑えます。そうそうそう、ごめん、ね、そうするとこれで要は何を分からすんですか。まあリードがなくてもあなたのことをきちんと守りますよってことですね。で今肉球触ったら収まりましたよね。ああ、うん、でここに肉球を触ってあげます。そうするとグッとやると爪出ますよね、はい、これで爪を切ってあげることができます。で今度後ろ足も同じように肉球を触って、うんうん、で爪を出してあげる、うん、こうするといわゆる力関係が、そうですね、守ってあげるということの意味で、その人間が強いとかではなくて守ってあげるから安心しなさいということを教えることですね。でこちらの方もやります。でそしたら今度はまずる口ですね、口周りをちょっと軽くホールドして、で触らせてくれていることに褒めます。そういい子上手、そうそう。したら今度今歯磨きの動作をして教えていきます、うん、でここでキュッとここを開けるとこれお薬の飲ませる時に、さあいい子上手ありか、さあいい子上手。そうで今度は目を見開いて、これは目薬の動作です。でトン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 水入ってくるので、でびっくりしないように今から鳴らしてそしたら次は耳ですね。耳の穴をこうちょっとこう開きます。で、ツン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 ってちょっといじります。これは外耳炎になったりとか、耳の病気になった時にクチュクチュってこう洗浄するので、この真似をしてみます。で、もう一通り全部終わりましたよね。で、本当にこういい子になったので、あ、本当だ。で、暴れない。今暴れないですよね。本当に。そしたら解除します。よしって言ったら終わりだよっていうことを教えます。もう終わったんだよって、これがメリハリですよね。キヨさん練習した方がいいんじゃないですか、今のタッチングを。ちょっとやってみて。タッチングやってみた方がいいですよ。タッチングは非常に大事ですよね。大事です。信頼関係も。そうです、そうです。いいですよ。最初何でしたっけ、ここされるんですか。そうそうです、そうです。ちょっと待って、ちょっと待って、
よし、ここ、ここ。で、で肉球触るんですよ。そう、肉球を触ります。はい、そうそう。で、爪を出してみましょう。はい、そうです、そうです。できます、できます。褒めます。よしよしよし、失礼。いいぞ。そう。そしたら、そう、後ろ足を触ってみましょう。そしたら、戻りましょう。はい、また待てにの動作に戻します。そう。したら、今度は、お顔を、マズルをこうホールドしてみます、はい、軽く。そう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 です、そうです、そう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 。したら歯磨きの動作をちょっとしてみてください。そうです、そうです、そうです、そうです。上手です、上手です。そうです、そうです。で、ちょっと、そうです、そうです。すごくいいです。そうそうです、いいです、いいです。したら、お口をちょっとさっき、なんて、剣歯のちょっと その間にちょっと指をちょっと入れてみて、あーみたいな感じで、そう、はい、そう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 、上手、そうです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 。そしたら次、さっきやった目薬の動作、 目を見開いて片方の手で、そう、そんな感じでいいです。そう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 、それをやります。そう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 です、そうです、いいです、いいです、すごく上手。はい、そしたら次は耳ですね。そう、耳を広げてみてください。耳の穴、そうで、そのところに指をこの中にトン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 って触ってみて、で、耳に蓋をしてください。そう、したらぐじゅ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 って、そう、それがイヤーローションの、耳の、お掃除する時の液で掃除する時に必要な動作なので、それで大丈夫です。そう、そうです。そしたら、そう、一回、解除、そう、もう一回待てにします。待て。そう、そう、そう。で、よしにしましょう。よし。そう、いい子。上手できた。これがタッチング。はい。家でやっぱ言うこと聞かなかったですか？聞かないですね。聞いて聞いたじゃないですか。ちょっとそうです。これで多分ちょっと買いやすくなると思います。僕のストレスね。はい。やっぱりしょっちゅうこう同じ空間にこういて怒ったりとか、はい、あ、なんかこれ壊されたって言うとやっぱストレス、飼い主さんもかかるし、ワンちゃんもどんどん興奮してどんどん物壊していくだけなので。ほら、ね、おお、ケージに入ってた。そう、本当に自分で入ってた。 ね、もう触られたくないんですよ。自らケージに入ってきましたよ、キヨさん。奇跡ですよ、キヨさん。すごいですよ、こう短時間でもケージ入り出しました。ほら、寝ましたよ、もう。いや、感動ですよね。ケージに自ら入っていって寝出しました。こういう風になってほしいんですよ。なんかどっかかわいそうな気が。そうですよね。でも今日聞いてちょっと安心しましたね。そうですね、気に入って今自分から入ってた、自分から入ってたと。だからいわゆるケージに入れることは悪いことじゃない。そうです。なんか無理やり、無理やりじゃなくて今みたいに触るじゃないですか。そしたら触られすぎたらもういいよ、鬱陶しいから自分の部屋に入りたいというふうに思わせて自分から入っていくと、ワンちゃんは自分の部屋に入りたいって思うようになってくるので。ああ、なるほど。ちょっとはキヨさん覚えたんじゃないですか、これで。覚えましたね。これまた帰って復習して、はい、もうちょっと自分で無理だと思った時は、はい、旅に出します。この子のためだった。そうですよね、はい、確かに。僕も PL 学園入ってよかったんで。そうですよね、はい、厳しい寮生活が。じゃあ、キヨさん、はい、今日、常吉君とのワンワン日記、はい、いや、非常に勉強になりました。初級編。いや、非常に勉強になりました。先生、ありがとうございました。とんでもございません。こちらこそありがとうございます。これね、僕YouTube とか見ろとか言われたんですけど、こう直接指導してもらうの全然違うじゃないですか。その通りです。こう YouTube で見たところでわけわかんないんですよ。今日初めてこう実践してくれたりしたので、すっごい勉強になりました。これ家でやってみてください。はい、ムーンウォークですよ。リーダーウォークだって。ムーンウォークはマイケル・ジャクソンですから。じゃあ、キヨさん、はい、今日はこんな感じでしたけど、常吉のためにキヨさん頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。キヨさんの常吉のワンワン日記でした。ありがとうございました。